本日は残念なお知らせです。先の総選挙で大勝し3分の2以上の議席数を獲得した韓国の与党共に民主党、このチャンネルでもムン政権を応援しているのですが、この度世論調査会社ギャラップ調査の7月第2週調査によれば、ムン・ジェイン大統領の支持率が6週連続で下落、そしてついに 47% と5割を切っちゃったんです。急落の原因は北朝鮮による南北共同連絡事務所の爆破、そして韓国の言う元慰安婦の資金、これを自分の懐に入れていた共に民主党のユン・ミヒャンが原因、そして運悪く共に民主党で先日自殺したパク・ウォンスンソウル市長の不正疑惑について、ムン・ジェイン政権を野党が攻撃し始めたんです。こんにちは、世界のガラバンのエドワードです。ソウル市庁舎の前には焼香所が設置され、パク市長の死を悲しむ一般市民たちの弔問の列が続いています。しかしこの葬儀に出席するため8年ぶりに帰国したパク市長の息子さんを野党は一斉攻撃。未来統合党のペ・ヒョンジン議員は兵役不正疑惑について結論を出せと要求。実はこの息子さん2011年8月空軍に入隊したものの、太ももに損傷があると診断され、わずか4日後に帰宅していたんです。そしてこの後がまた韓国らしいんだけど、裁判沙汰となって2012年に MRI 撮影まで実施、その結果間違いなく怪我をしていると診断されたのですが、 MRI がすり替えられたという疑惑が提起されたんです。でもここからまた韓国らしいことが起きるんです。この裁判の途中に家中の息子さんはイギリスに出国、その後8年間一度も韓国に帰国していなかったんです。で、いや逃げる方も逃げる方だけど、裁判中の人が出国できるっていうのもすごいよね。しかも兵役逃れの疑惑ですよ。でもさすがに父親が亡くなっては帰国せざるを得ません。韓国では家族など近親者に不幸があった場合、2週間の隔離措置は免除されます。新型コロナウイルス感染症の検査で陰性判定を受けた後、息子さんは遺体安置所に到着。そこで野党は今がチャンスとこの兵役逃れ疑惑を攻撃しているんです。と、まあここまでが保守の野党側から見た話なのですが、左派政権である与党側では全く見方が違うんですよ。息子さん側は医学博士などが地方選挙でパク市長を落選させようとの目的でこのような疑惑が作り出された、つまりでっち上げだと言っているんです。でもまるで映画のような話っていうか、映画よりドラマチックだよね。この兵役不正疑惑に関する日審裁判は1年以上中断されており、息子さんの帰国により再開されることになるでしょう。そしてもし不正という判決が出たら、文政権にとってはかなりのダメージとなります。なんだけど、覚えてますか？現在韓国の最高裁はすでに文政権寄りの裁判官になっていることを、っていやー、文さん危ない危ない危なかった。パク市長の死去により一部の銘柄では株価が上昇しました。日本の大手企業も急騰。裁判の結果は株価にも影響を及ぼすことでしょう。この株価についてご存じない方は、以前お話しした動画のリンクをこの動画の説明欄に記載しておりますのでご覧ください。ムンさんの任期は残り約2年、なんとか支持率を回復し必ず目標を達成してください。以上、最後までご視聴ありがとうございました。